ねえママ、パパが何か話してる。光はユウタの遺影を見つめながらそう言った。もちろん遺影に映るユウタはじっとしたまま動いていない。光の霊感がまた発動したのだろう。光、やめなさい。あっちに行ってママと遊ぼうか。うん、でもね、パパすごく怒っているの。俺を道路に突き出したのはこいつだって。そう言って、光が指さした人物に私たちは目を疑った。私の名前は京子。60代の専業主婦だ。現在はタワーマンションの最上階で夫の勇と二人で暮らしている。私はこの部屋から入れたてのお茶と和菓子を食べながら眺める景色が大好きだ。朝は太陽の光がしっかりと入るし、夜は綺麗な夜景が見える。まさかこんな生活ができるようになるなんて、ほんと、あなたには感謝ね。こういう時はシャンパングラス片手にチーズを食べながら夜景を眺めるなんておしゃれなことを普通はするんだろうけどな。俺たちはお茶に和菓子がしっくりくるな。あああ。昔からこんな夢のような暮らしができていたわけではない。こんな暮らしができるようになったのは最近になってから。夫は今でこそ独立し、超大手企業の社長にまで上り詰めたが、そこに行き着くまでは決して平坦な道のりではなかった。私たち夫婦は20代で結婚したが、どちらとも裕福とは言えない家庭で育ったため、自分たちでお金を稼いで生きていくしかなかった。そのため、夫は毎日夜遅くまで働き、私は子育ての合間にオフィスの清掃係のパートに出て、なんとか家計を回すような状況。苦労かけてすまない。いつか必ず楽させてやるから、今は頑張ろう。大丈夫よ。私も支えるから、一緒に頑張りましょう。そんな生活の中でも、お互いに思いやりを持って暮らしてきた。苦労時代のちょっとした贅沢にたまに和菓子を買ってそれを半分に分けて食べてたものだ。そんな苦労が報われたのは8年前。もともと仕事ができるタイプでもあった夫はそれまでの頑張りが評価され取締役まで昇進。その後は会社を退社し夢だった自分の会社を設立しついには社長になったのだ。相変わらず仕事は忙しそうだが、休日はしっかりと取れており、夫婦の時間も作れている。私と夫の関係は良好だ。最近になって夫が話すのは後継ぎのこと。夫は自分の年齢を考慮し、将来的には私たちの一人息子であるユウタに社長を継がせたいと考えていた。そんなある日、私が洗い物をしている時に後方でスマホの着信音が鳴った。急いで手を拭きスマホを手に取ると、そこにはユウタの名前が表示されていた。はい、もしもし？母さん久しぶり。元気にしてるかい？おかげさまで元気よ。珍しいわね。電話をかけてくるなんて。私がそう言った後、ユウタは少し照れくさそうな様子で話し出した。実は結婚したい人がいるんだ。今度そっちに連れて行ってもいいかな。あんなに小さかったユウタが今や大人になり、立派に家庭を築こうとしている。嬉しい報告であり、私はどこかほっとした気持ちになった。おめでとう。もちろんいいわよ。楽しみにしてるわね。息子が結婚相手を連れてくる日。私は緊張しているせいか、落ち着くことができずに、そわそわしていた。洋服は何がいいかしら？彼女はコーヒー飲めるかしら？お茶かしら？そんな様子の私に夫は、落ち着きなさい、と笑いながら言葉をかけてくる。バタバタと準備をしていると、ピンポーン。その時、家のチャイムが鳴った。ただいま。しばらくすると、ゆうたと結婚相手が家に入ってきた。はじめまして、みなと申します。これ、つまらないものですが、よければどうぞ。みなはそう言うと、私たち夫婦に有名老舗店の和菓子が入った紙袋を丁寧に差し出した。あらあら、どうもありがとう。早速みんなでいただきましょう。和菓子ならお茶がいいわね。と、独り言を言いながら茶を入れる私。みなは清楚な感じの雰囲気の女性で、話し方や言葉遣いにも上品さが感じられる女性だった。大手企業にも勤めているようで、ゆうただけに負担をかけたくないからと、結婚後も夫婦共働きで暮らしていくことを考えているらしい。ゆうた、お前にはもったいないぐらいの素敵な人だな。もう、やめてくださいお父さん。父さん、母さん、今度はみなの家族にも会ってよ。そうよね、みなさん。こんな息子ですが、よろしくお願いします。私たち夫婦は二人の結婚を笑顔で祝福し、ゆうたとみなは幸せに満ちた表情をしていた。それからは、両家顔合わせに結婚式とトントン拍子にイベントが進んでいった。みなは両親と妹のかなと4人家族。私が最初にみなへ受けた印象通り、上品でしっかりとした家庭のように感じられた。聞くところによると、みなの両親は一家で長年商売をしているらしい。妹のかなもみなに劣らずのキャリアウーマンだった。お姉ちゃん、本当に素敵な人に出会えてよかったね。私もいつか幸せな家庭を持ちたいな。今は仕事が彼氏だけどね。みなさんのご家族もとても話しやすく、いい家族になれる気がした。そして、長女の一生に一度の晴れ舞台を盛大に祝いたいというみなの両親の意向で、結婚式は300名が来賓することとなった。正直なところ、費用の工面は大変であったが、私たち夫婦も息子を祝いたいという気持ちは同じであったため、みなの両親の意向に賛同。たくさんの親戚や知人に祝福され、ゆうたとみなの顔には喜びが溢れていた。みなさんのおかげで義理の母になれたから、今度はおばあちゃんになりたいわね。母さん、今結婚式終わったばっかりだよ。まだ早いって。いつかは生まれてくるであろう孫を想像して、私はウキウキしていた。それから2年後。ゆうたとみなは子宝に恵まれ、二人の間に光という子供が誕生した。私たちにとっては初孫でもあり、とっても可愛い存在。光、おじいちゃんだよ。光ちゃん、かなお姉ちゃんだよ。おばちゃんじゃないからね。光はみんなのアイドルのような存在で、いるだけで周りがパーッと明るくなった。お盆やお正月になると、ゆうたとみなは光を連れて、みなの実家や私たち夫婦の家によく来てくれた。そこで食事をしたり、光と遊んだりすることが私の楽しみにもなっていた。温かい雰囲気に包まれて、光はすくすくと育っていった。ただ、光が3歳を過ぎたあたりからだろうか。光が突然、どうしたの？なんで帰っちゃうの？光、そっちには誰もいないから、こっちに戻ってきなさい。誰もいないベランダに、スタスタと歩いて話しかける光を、私は引き戻した。どういうことかしら、と不思議に思い、みなに尋ねた。ねえ、こういったことってよくあるの？見えないものが見えているような言動というか。そうなんです。最近増え始めたんですよね。私も心配になって一応病院には連れて行ったんですが、お医者さんは特に異常はないと言うし、子供でも霊感が強いとこういう行動が出るらしいんだ。まあ、様子を見ていくしかないよ。光のことはとても可愛い。ただ、この奇妙な行動に私は妙な胸騒ぎを覚えていた。この光の不思議な力が後々ある事件を引き起こすとも知らずに。それからしばらく経ったある日。おい、京子、大変だ。真夜中に隣で寝ていた夫から体をゆすられ、私は重い体を起こした。何よ、どうしたの、こんな夜中に。今、みなさんから電話があった。ゆうたが交通事故にあって、危篤の状態らしい。それからのことはあまりよく覚えていない。着の身着のまま、気がつけば病院にたどり着き、急いでゆうたのいる病室に向かった。だが、ゆうたはすでに亡くなっていた。ゆうたさん、私と光を置いていかないで、お願いだから。私と夫は現実に起きている出来事とは思えず、ただ呆然とそこに立ち尽くし、言葉が出ない。ミナは光を抱きしめ、ユータの手を握りながら涙を流している。しばらくしてから、これは本当に起きている出来事なんだと、抑えようのない悲しみが私を襲ってきた。嘘でしょ、ユータ。お願いだから目を開けて。ユータ！取り乱す私を抱きしめる夫の胸の中で、その日私は涙が枯れるまで泣き続けた。夫も今まで見たことないほど声を出して泣いていた。それからというもの、私は何も手につかなくなり、家に引きこもる日が続いた。最初は周りも失意のどん底で、食事をしたり眠ることすらままならない。ただ、悲しいかな。時間が経過すると、周りは徐々に立ち直り始めていた。でも私の心の中には、ぽっかりと穴が開いたまま。夫が気分転換にと散歩に誘ってくれたり、みなとひかりが様子を見に来てくれたりしたが、なかなか前を向くことができなかった。そんな私を置き去りにして、ただ時間だけが過ぎていく。そして、あっという間にユータの一周期を迎えた。時間が過ぎるのは早いわね。さっきまで幸せそうなユータがそこにいたと思ったのにね。無事に法要が終わり、引きこもりがちになっていた私は、しばらく会えていなかったミナの両親やカナと話をした。あんな素晴らしい青年を亡くして、本当におつらかったですね。でも彼なら空の上から私たちのことをきっと見守ってくれているはずですよ。そうかもしれませんね。とても明るい子だったから。何か私たちにできることがあったら遠慮せずに言ってくださいね。ありがとうございます。でも一番辛いのはミナさんだものね。ミナさんはユータの遺影に目線を向け。いえ、でも、ゆうたさんとひかりと三人で過ごした時間は本当に楽しいものでした。ゆうたさん、私とひかりのことを毎日抱きしめてくれるような人だったので。本当に素敵な人だったんだね。お姉ちゃん、愛されていいな。みんなが歯を見せて笑い合ったのは結婚式の時以来だろうか。穏やかな雰囲気の中で私の心も少しほぐれかけていたその時、光が奇妙な行動をしだした。ユータの遺影をじーっと見たかと思えば、周囲をキョロキョロしたり、落ち着きのない様子だ。光が何か独り言を言っている。光？ねえママ、パパが何か話してるよ。光は遺影を見つめながらそう言った。もちろん遺影に映るユータはじっとしたまま動いていない。光の霊感がまた発動したのだろう。私はその程度に思っていた。光、やめなさい。あっちに行ってママと遊ぼうか？でもね、パパ、すごく怒っているの。怒っている？ユータが？光、パパは何に怒っているの？すると、光はさっと立ち上がり、ある人物の方に向かう。と思った瞬間、信じられない言葉が飛び出した。俺を道路に突き出したのはこいつだって。そう言って、光が指さした人物に私たちは目を疑った。それは嫁の妹であるカナだったのだ。ちょっと、冗談やめてよ光ちゃん。何言ってるの？さあ、あっちで私とも一緒に遊ぼうか。嫌だ、行かない。パパがかなお姉ちゃんに近づいたらダメだって。俺はそいつにやられたんだって言っているの。光が強い口調ではっきりと言った。さっきまでの穏やかな雰囲気が一変し、みんなの視線がカナに集まる。カナさん、どういうことかしら？やめてください。光ちゃん、いい加減にして。そんな冗談言ったらダメだよ。みんな、子供の言うことだから信じないでよね。ああ、気分悪いから先に帰る。それに耐えられなくなったのだろうか。カナはそそくさとその場から勢いよく走り去っていった。カナ待って、どういうことなの？状況が飲み込めない中、その場にいる全員がカナの後を追った。それから数時間、全員でカナを探したが見つからない。近所の公園、家の周辺、何度も携帯に電話をかけたが出ない。そして夕方に差し掛かったところ、近所の河川敷でちょっとした人だかりを見つけた。人だかりの隙間からはカナの姿。ちょっと、やめてください。その手を離して。ようやく見つけたと思い近づくと、カナの周りには複数の警察官がいる状況だった。私たちが人だかりの方に走っていくと、その様子を見ていた一人の警察官が私たちに気づき、こちらに小走りで駆け寄ってきた。私の妹なんですが、どういう状況なんですか？カナさんを殺人容疑で逮捕します。実は、ユウタの死因である交通事故だが、おかしい点がいくつかあって、事故後警察がずっと捜査していたのだ。事故の当日は深夜で人も少なく、目撃情報がほとんどなかったのだが、運転手の話と照らし合わせ、ドライブレコーダーの解析などからもおかしい点が多かった。水面下でユータの事故は事件性が高いとして捜査が取り行われており、このタイミングで義妹であるカナが犯人だったということで捕まったのだった。警察は以前からカナを張っていたようだ。私はやってない。話せ。暴れながら警察に連行されていく姿をカナの両親も見ることしかできなかった。目の前でカナが連れて行かれる姿を見て、全員が夢でも見ているのだろうか。信じられないといった感じで眺めていた。カナの逮捕後、私たちの心はすっかり疲れ果てていた。ユータの事故死にカナの逮捕と、ここ1年間でこれだけのことが立て続けに起きたのだから無理もない。でも、どうして身内であるカナが犯人なのか。取り調べでカナはこう話したそうだ。お姉ちゃんがユータさんを初めて紹介してくれたとき、私もユータさんが欲しいって思ったの。ユータさんにお姉ちゃんじゃなくて私と付き合うように何度も言ったんだけど、全く振り向きもしなかったわ。だから消えちゃえって。ミナに対する嫉妬に侵されたカナの身勝手な犯行だった。その事実を知ったミナは本当に憔悴しきった状態でかなり参った精神状態だったと思う。夫を実の妹によって亡くし、そしてその妹は警察に捕まっている。それ以上はカナは黙秘を続けており、自分の身勝手な犯行だということは分かったが、その他の真相は分からないまま、ただ時間が過ぎていった。暗い空気に包まれた両家だったが、前を向いて生きていかなければならない。いつしかこの事件のことは誰も話さないようになっていった。そんなある日、夫とリビングでゆっくり過ごしていると、夫が口を開いた。君も俺も70代目前になった。本当は雄太に俺の後を継いで欲しかったんだがな。社長の椅子は次の世代に渡そうと思う。これからは夫婦でのんびり暮らしていこう。どうかな？あなた、まだまだ元気じゃないの？でもいろいろあったからね。そうね。のんびり過ごすのもいいかもね。夫も今まで気丈にしていたが、やっぱり心は疲れていたに違いない。そして二人で話し合って、夫は第一線を退き、次の新しい後継者に会社を任せることにした。それから1年後。お父さん、今日から頑張ってまいります。ああ、みなちゃん、よろしく頼むね。そう。社長の座は嫁のみなに引き継がれていた。そしてそれを機に私たち夫婦とみなとひかりの4人は一緒に生活を始めることになった。お母さん、ひかりのことを面倒見てくれて、本当に助かります。いいのよ。みなさんもこれからうちの仕事は大変でしょ？私たちもひかりと過ごせることは嬉しいし、いっぱい頼ってちょうだい。ありがとうございます。ゆうたの死に加えて、かなの逮捕。みなは罪悪感に苛まれ、私たち夫婦のために力になれることをしたいと言い続けていた。そんな時に夫の引退を耳にして自ら社長に立候補。社長就任にあたっては会社から反対の声も上がったが、夫の強い推薦でミナに決まった。ミナは毎日がむしゃらに働き続け、その間私たち夫婦は光の面倒を見る生活が続いた。それは私たち夫婦にとって第二の子育てのようなもの。おじいちゃん、おばあちゃん、今度運動会があるから絶対見に来てね。あら、そうなのね。そしたらお弁当は光の好きなものをたくさん作って応援しなきゃね。うん。卵焼きは絶対入れてね。あと、ダンスもあるんだよ。上手に踊れるかな。そんな会話がとても幸せな時間だった。社長に就任したミナも一生懸命に仕事をこなしてくれて、夫も。ミナさんに会社を託してよかった。これで本当に引退だな。会社も安定して、夫もようやく心休めるようになった。だが、その幸せは長くは続かなかった。ミナの帰りは毎日深夜になり、休日も外出ばかりのため、顔を合わすことが極端に減少。たまには家にいてほしいと伝えたこともあったが、ミナは無理との一点張りだった。すいません。お客様との会合なので遅くなります。出張が入ったので3日間光のことよろしくお願いします。私たちに光のことを預けっぱなしで放置だった。泥酔して帰ってくる日も多くなった。みなさん、ちょっと飲みすぎよ。毎日毎日、少しは考えて飲みなさい。いいじゃないですか。お客様のお相手してきたんだから、お仕事なんですよ。と、ろれつが回らない状態で話す。その姿に、夫も私も顔を見合わせて、ため息をつくのだった。そんなある日、今日は会社が休みの日。リビングで過ごしていると、光のあの奇妙なつぶやきが再び現れる。パパ怒らないで。ママのことを怒らないで。耳を押さえ、眉間にシワを寄せ、苦しそうな表情の光。光？また、ゆうたの声が聞こえてるのね。うん。パパすっごく怒ってる。でも、何言ってるのかよくわからない。あはは、毎日飲んで酔っ払って帰ってくるママを怒っているのかしら？うん、そんなんじゃない。パパ怖い。ゆうたが怒っている。また、よからぬことが起こっているのかもしれない。直感でそう感じた私は、最近のミナの様子がおかしいと思ったことから、胸騒ぎを頼りに、探偵事務所に電話をかけ、ミナの調査をお願いした。ミナが家を出てからの行動、出張先、会食が行われている飲食店、洗いざらいすべてを調査してもらった。それから1週間が経ち、探偵事務所から調査結果を知らせる資料が届いた。結果は驚く内容のものだった。ミナは社長としての仕事はろくにしておらず、会社のお金を着服し、男遊びに使いまくっていた。出張と称して高級ホテルに男と宿泊し、もちろん会社のカードで精算している。ブランド物も買い漁っている。夜はホストのはしごで毎晩すごい額の金を飲み屋に使っているそうだ。それだけではない。会社のお金を実家の両親にも送り、好き放題の暮らしをさせていたのだ。ミナの両親も商売をしているはずだったが、もともとそんなに儲かっていたわけではなかったらしく、ミナが社長に就任してからはほとんど自分たちの仕事は放置。ミナの両親はその金で新しい家や車を購入し、優雅な生活をしているとのこと。私たち夫婦がミナの実家に行くことはほとんどないので、そんな状態だとは全く気づかなかった。やはり光のつぶやきは真実を映し出している。私は急いでミナを呼び出した。今日は打ち合わせが入ってて忙しいので手短にいいですか？そんな態度のミナに調査資料を見せた。これを見て、一体どういうつもりなの？なんだ、バレてしまったようですね。いいわ、全部話してあげる。あっさりと事実を認め、ミナはこれまでに見たことのないような、ニタニタとした不気味な表情をして言葉を続けた。ユータと結婚した理由は金よ。社長候補と聞いていたから。でもユータはのんびり屋だから、いつまで経っても社長になる気配がない。だから私が社長になる方が早いと思ったわけ。続けてミナはさらに信じられないことを話し出した。それと、カナがやったことに指示を出したのも私よ。まさか捕まるとは思ってなかったけど。カナは私をかばって自分がやった犯行だと言ったようだけど、まあ真実はこんなところね。私は怒りが頂点に達した。あなた。ユータのことを一体何だと思っているの？最低よ。あなたのせいでユータは亡くなったのよ。最低はあんたたちよ。大金を持って裕福な暮らしを見せびらかして。私は貧乏な家で育ったから、これぐらいいい思いをして当然よ。両親も喜んでいるし。悪びれる様子もないミナに、私はさらに怒りが爆発した。あなたたち一家はあまりにも身勝手よ。自分の私利私欲のためにユータを殺めるなんて人間じゃない。私たちの心は傷だらけなのよ。ふん、騙される方がバカよ。ここまでひどかったとはな。ユータがかわいそうすぎる。皆さん、今日限りで家族の縁は切る。もちろん社長は辞めてもらう。会社には後で私から報告する。今すぐ出て行って。警察には連絡するわ。もう二度とここには来ないで。しっかり自分の罪を償いなさい。ミナは終始高笑いをし、私と夫はこの忌まわしい悪魔を警察に突き出したのだった。ほどなくして警察がやってきて、ミナは捕まった。ミナの両親も会社の金を受け取っていた罪で逮捕された。私たち家族はミナたち一家によって計画された罠にはまり、息子と会社の金を失ったのだった。そして光は父親も母親も失った。母親が警察に連行されていく姿を光は見ていた。そんな光の姿を見て、私と夫は絶対に何があっても光のことを守っていこうと心に決めた。それから数年後、自分の周りで不幸なことが連続して起こったことを感じさせないぐらい、光は素直で優しい子に育っている。おじいちゃん、おばあちゃん、あそこで一緒に写真撮ろうよ。いいわよ。この桜の木の下とか素敵じゃない？今日は光の中学校の入学式。私たち夫婦は光の正式な親になり、今は3人で平和に暮らしている。そして何年か前を最後に光のあの不思議なつぶやきも見られなくなった。これからは光と明るい未来に向かって私たちは歩んでいく。でも何かあった時はまたつぶやいてほしい。3人で幸せに生きていくために。